はい、よろしくお願いします。2018年12月の時事問題やっていきましょう。で、いくつかお知らせがあるので先に話させてください。この時事問題シリーズですね、実は2018年を切りに一応終わろうかなと思っていたんですが、意外とね、楽しみにしてくださってるというか、やってくださいっていう声が多かったので、まあ、2019年も引き続き、いつまでとはちょっと言えないんですけど、やっていこうかなと思います。で、ただそれにあたってですね、少し動画のスタンスを変えます。今まではもう授業みたいな感じで作ってたんですけど、どっちかというと、こういうのがあったんだよっていうのをみんなに知ってもらうきっかけの動画になったらなと、ちょっと緩くします、今までよりは。まあ、穴埋めとかは変わらないんですけど、まあ、こういうのがあったんだよって知ってもらって、で、例えばそれで気になったらみんなが調べることなんてね、ネットがあればできるわけだし、そういうものの、そういうきっかけ動画、になったらなと思ってやっていきますので、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。じゃあ今回はね、ニュースが4つです。右はね、あとでちょっと口説明するだけなんで、ここ気にしないでください。青のとこね。まあ、4つありますので、ぜひね、動画止めて穴埋めやってみてください。では早速ね、自分の方はやっていきましょう。まあ、撮ってんのがね、2019年でちょっと年が明けてしまったんですけど、まず、2018年。まあ、漢字ね。今年を表す漢字ってよく発表されます。まあ、これはね、硬いと思う。時事問題だったら、俺が先生だったら出すもんね。で、今年は、今年じゃない、去年ですね。は、まあ、災害の際ですね。災い。この漢字でした。まあ、とにかく自然災害が多かったですね。台風にしても、まあ、大雨とかにしても、まあ、地震とかもそうでしたけど、まあ、それでこの漢字でした。まあ、他の理由もあったとは思いますけど。で、もう一個、流行語大賞です。で、これが、個人的にね、これが選ばれるとはちょっと思ってなかったんでびっくりしましたけど、そうだねーですね。これね、真似するとさ、ちょっと小馬鹿にしてる感じで映っちゃうんですけど、違いますからね。そうだねーっていう、ゆるーくね、言う感じ。カーリング女子のね、方がね、休憩時間、じゃねえや、だから試合の時か、に言ってたやつですね。そうだねー。これが流行語大賞になりました。では次ですね、二つ目のニュースです。で、今回、イギリスとドイツの話なんですけど、まず、イギリスの首相です。トップですね。ぜひ名前覚えてください。まあ、おそらくここだけで大丈夫かと思います。イギリスはメイ首相です。まあ、ちょっと長く覚えるとは、テリーザ・メイです。テリーザ・メイ首相。が、続投が決まりました。ですね、まあ、不信任の、不信任。ちょっと書きましょうか。まあ、これのやつをやってたんですよ。まあ、信じらんないよってやつです。この不信任が過半数を超えると、まあ、やめなきゃいけないと。信じらんないから、つって。だったんですけど、まあ、信任。この負が取れた方ね。信任が過半数を超えたので、続投が決まったと。まあ、細かいことを言うと、ちょっとま、いろいろもっとあるんですけど、ひとまずイギリスはメイ首相が変わらずやりますので、名前ぜひ覚えておきましょう。結構ですね、その日本の首相、まあ、安倍首相ね。あ、まあ、安倍ね、首相とか、あとまあアメリカだったらトランプさんとか、まあみんな結構名前ピンときやすいと思うんですけど、この辺狙われると結構中学生苦手だったりすると思うので、まあ覚えておいてください。で、ドイツなんですけど、ドイツは首相は変わります。ホニャララ氏が次期首相にと書いたんですけど、まず今の首相ですね、ドイツ今メルケル首相ですが、辞めるというのも発表してます。なので次の首相を選ばなきゃいけないんですね。で、まあ、いろいろ候補が上がってるんですけど、その中で、一応有力、この人がなるだろうと言われてるのが、長いんです。クランプ、カレンバウアー氏ですね。合ってるよね。クランプ、カレンバウアー。ちゃんと言うと、アンネグレート・クランプ・カレンバウアーさんです。が、次期首相になるだろうと言われてます。で、ちなみに、メイ首相も、メルケル首相も、クランプカレンバウアー氏も、全員女性です。そう、女性。なんですが、で、このクランプカレンバウアーさん、氏、が、バウアー氏はですね、もうメルケル首相の、考えをそのまんま、やるような人です。だから本当にもう、なんだろう、ミニメルケルなんて言われてたりするんですけど、っていう感じ。だからまあ、大きくドイツの流れは変わらないだろうとは言われてます。この方がなるんであればね。まあそういったことがイギリスとかドイツで起こってますので、ぜひね、名前を覚えておいてください。これ、まあこうしとこうか。こんな感じね。で、次はですね、まあ、時事問題、テストで出ないでしょう。出ないでしょうけども、ぜひ覚えておいてほしい。みんなにも関わることだからね。みんなも、まあ好きなアーティストとか、まあライブに行きたいとか、まあ特に嵐が好きな方だったら嵐のライブ取れないとかあるじゃん。チケット取れないでしょ、嵐とか。で、ダフ屋行為って、もしかしたらみんなピンとこないかもしれない、この言葉は。
多分お父さんお母さんに聞いてください。絶対ピンときます。お父さんお母さんだったら。ダフ屋行為っていうのは、例えば、じゃあ東京ドームで嵐のコンサート、ライブがあるとしますよね。で、チケット持ってない方がですね、そのチケットが欲しくてそこに行ったりするんですよ。で、何かとダフ屋がいるんです、ダフ屋。これはチケットを余ってるから、チケット余ってるよーっつって。買う人ないかーっつって。売ってるんですよ。で、今は知らないです。あるかどうか。自分ちょっと今最近行かないんで。ただ昔自分がね、まあライブとか行った時には普通にいました。そう、もう中に立ってるの。そう、チケット余ってるよーっつって。でも今は、今チケットがどれくらいかもちょっとわかんないですけども、5、6000円くらいかな、チケット。で、それをまあ3倍から4倍かな。まあ2万円弱ぐらいで売るんですよね。でもそら、行きたいじゃん。入れるじゃん。買ったら入れるって分かったら買うでしょ。だからそれで買って、そういうのがあったわけですよ。で、それが今ネットが普及したことによって、転売ですよね。ネットのチケット転売。まあ、YouTuber の方とかでもね、ちょっといろいろ問題になってますけど、まあ、それは、まあ、ダフ屋行為があって、それを禁止するよって。で、今回、今、さっき名前行こうか。そのね、禁止の法律ができて、特定興行入場券。まあ、チケットみたいなもんです。特定興行入場券ね。それの、何を禁止するか。不正に、転売ね。不正転売禁止法っていうのが成立しました。で、今回、これね、何が、まあ、なんだろう、すげえかっていうと、これ、ネットも対象になるんですよ。これに。ネットも対象になる。ただ、まあ、いろいろ言われてるのは、どこまで規制がいけるのかっていうところはもちろんあります。正直、いたちごっこです。ネットの、その、まあ、逃げる隙間とかを言っちゃうと、まあ、どんどん全部をね、全部を禁止するっていうのは正直難しいと思います。ただ、法律が一個できることによって抑制にはなると思う。から、まあ、そのね、嵐とか、まあ、その歌手の方、アイドルとかでもそうですけど、あとは YouTuber の方もそうかな、今だったら。まあ、自分はちょっと関係ないんでわかんないですけど。まあ、そういうのが、禁止されるんで、だんだん減っていく流れになっていくかもしれない。これね。で、ちなみにこれは2019年、今年の6月かな。から始まる予定なので、まあ、あとま、半年はありますけど、まあ、そこでいろいろまた練っていくのかな、わかんないけど。まあ、そんな感じ。これができましたと。まあ、このね、特定興行入場券の不正転売禁止法っていうことはもう覚えなくてはいいんですけど、その、転売を禁止する法律ができたんだっていうことはぜひ覚えておいてください。で、最後ですね。日本政府はですね、クジラです。クジラの資源管理をしている、ホニャララ委員会っていうところがあるんですよ。で、そこから脱退を発表しました。で、これと取り上げた理由は後ほど言うんですけど、まず答えから行きましょう。まあ、アルファベットのね、省略形があるんで、そっちを覚えてもらえれば大丈夫なんですが、一応、国際、クジラだから、魚編に、京都の京ですね。ちょっと分かったね。国際捕鯨委員会です。国際捕鯨委員会。で、略称が、IWC。まあ、こっちでいいかな。覚えるんだったら。まあ、できれば両方覚えてください。ここから脱退を発表しましたと。で、まあ、みんながね、その日本政府の動きとかさ、っていうのを詳しく知ってるかどうかってちょっと置いといてになってしまうんですけど、珍しいんです、これ。何が珍しいって、日本のがね、日本がその団体、これ国際だから世界ね。日本の中の団体じゃなくて国際団体から脱退することってほぼないんですよ。なぜかっていうと日本は協調の原理なので、その仲良くやっていきましょうよっていうふうに明記されてるからそうやってやっていくの。でも今回、まあ、詳しいね、理由はちょっとネットで調べてください。自分なのね、日本は日本の利益のために脱退するんです、今回。ざっくり言うと。そういう行動ってしたことがないんだよ、今まで。大きくね。しないから、だから、いろいろ、まあね、いろいろ言われてる。そう。日本の中でもね、いいのか、それで、みたいな。のなってるんですけど、一応、もう国際捕鯨委員会が脱退を発表しました。まだ多分、承認は出てないのかな？出てないか分かんないけど、正式ではないらしいんですが、っていう流れになっています。例えば、今、アメリカのトランプ大統領とかは、結構もう、ぐいぐい、アメリカの利益にならないんだったら、やめてやるよ、みたいな。スタンスで結構やっちゃうんですけど、日本はそうじゃないので、そう。だから非常に珍しい動きです。まあ、どうね、これちょっとね、まあ、いろいろ裏がありそうな感じはしますが、まあ、一応覚えておいてください。で、あと3つですね。一応追加、ほんと他もやりたいんですけど、一応3つ追加で口で喋らせてもらいます。で、先生の時間外勤務です。これ学校の先生ね。これは前回かな。11月、ちょっと待ってね、痛いよ。11月の時です。
かなに、先生のね、時間外勤務が今すごいことになってると。で、過労死。働きすぎて死んじゃうですね。死んじゃうラインに超えて、行ってますよって問題になってるんですよ。で、今回ガイドラインができました。発表されたんですよ。で、ここまでしかやらせちゃいけないよ、みたいな感じになっていて、そのラインが、これは、数字覚えなくてもいいです。ニュースを知ってほしいだけです。月45時間。一月で45時間まで時間外勤務ね。ここまでは働きなさいよって決まってるオーバーした分です。そこの勤務を月45時間にしなさいと。で、まあ一月だいたい22日稼働、22日間働くとした時だから、まあだいたい1日あたり2時間ですね。2時間までにしなさいというのが発表されたんです。で、これね、長くなっちゃうかな。長くなっちゃうね。ちょっとざっくり言うと、まあなんていうのかな、個人的にいろいろあったんですよ。これ前回ニュースやってから、そのネット上でね、ネット上とかのニュースとか見てると、いろいろ言われていて、公務員のくせにとかいろいろあったんですけど、でも今現状でその先生の労働環境が過酷すぎるのは事実なわけですよ。で、ネットとかでね、その学校の先生より俺の会社の方が大変だから文句言ってんじゃねえよとかあったんですけど、でも先生の労働環境が問題になってるのは事実なわけよ。数字で表れてるから。だからやっぱ直さなきゃいけないと思うし、で、こうやってね、ガイドラインができたことはいいわ、いいことなの。いいことなんだけど、一個すげえ問題があって、これ、例えば月45時間、これをね、基準にしなさいって発表されたんですけど、これ、破っても罰則ないんですよ。ってことは、このぐらいにしなさいって発表したから、あとは現場に任せますよっていうね。まあ、ここが問題ですわ。これじゃ治らない。根本的なことはね。そう。だから、まあ、もっともっと実際に施行されてきて、効果が出ればいいけど、まあどうなんだろうなと。まあ一応ガイドラインができたよってことがみんなに伝えたかったんで、まあこんな状態です。本当に学校の先生も大変なんで、働いてる時間がね。で、次新しい駅名です。で、これはね、関東圏、関東に住んでる方は、時事問題に狙われると思うので、まあ覚えてください。ちょっと地域が外れると、若干ね、出にくいかなとは思うんですけど、まあ一応、話題になったしね。高岩にゲートウェイ。っていう駅ができます。山手線ですね。これ、高輪です。高輪じゃなくて、高輪ね。高輪ゲートウェイという駅ができました。まあ、不思議な名前です。山手線使うんでね。普段仕事会う時には。うん。って思ったけど。まあ、このね、駅名になりましたよって。多くは語らないです。これに関しては。まあ、こんな感じ。で、次、最後ね、張本選手です。卓球です。卓球の張本智和選手。が、グランプリファイナルじゃねえや。それはフィギュアだ。グランドファイナル。っていう、まあ、その年末にやる、その優秀選手だけが集まる大会で優勝したんです。その大会で。そう、これは史上最年少だし、もうすごいこと。まあ、言ってしまうと世界1位だからね、その大会で優勝してるから。もうものすごいですね。で、ちなみに女子も、この大会でペアが、女子ペアですね。伊藤美誠選手と早田ひな選手ですね、のペアが優勝してます。これも素晴らしい。卓球すごいね。ほんと最近ね。まあ、卓球だけじゃないですけど、すごいのでぜひね、名前覚えておいてください。で、フィギュアのグランプリファイナルの、ね、木平選手もグランプリファイナルで優勝しました。それ今回書こうと思ったんですけど、前回もね、問題出してるので、今回ちょっと割愛しましたが、もう素晴らしい活躍をしておりますので、気になる方はネットでね、検索してみてください。では、こんな感じでね、2018年12月、時事問題やらせていただきました。引き続きね、2019年もやっていきますので、ぜひね、次回の方もぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。